静香ちゃん、君が今そこの何の上に乗ってるか分かってますか？君たち、君たちが乗ってるこの箱の中にはですね、こういうものが入ってるんですけども、これはですね、このテレビ台の新しいやつです。これ見てください、このテレビ台のこれが壊れてますね。全体的にしなってもうそれでちょっと曲がってきちゃったんで、安物なんで新しいやつを買いました。これも安物なんですけれども、幅が今度はこれよりもですね、もう20センチぐらい、52インチ対応大きくなってるんで、まあいいんじゃないかなと思いますけれども、52インチ対応だから、52インチ対応っていうことで、これ50インチぐらいで対応した。静香ちゃん、じゃあどいてくださいね。よいしょっと、届いたのはね、水曜日ぐらいに届いてたんだけど、猫の骨とかがあったから、骨っていうより遺骨とかがあったから、なかなか組み立てられなかったんだけど、何食ってんのこいつ、発泡スチロール食ってんだろ、ダメ。これ組み立て説明書 HIT-08 ってやつ、色はダークブラウン、このスピーカーの色に合ってるやつを買いました。値段は1万円ぐらい。これは多分下のところだと、下じゃねえな、床のところだと思うけど、早速じゃあパーツを出していきます。これ見てください、ネジ類もですね、こんなになって全部ビニールで止まってるんですよ。これ分かりやすくていいけど、あれだな、このビニールの上の剥がした時に大変だな。もう猫が喜んじゃって2匹で、こういうの大好きだから。あ、加えてる。5番と3番、そらくんがですね、あのパーツを並べてますね。この箱の中から取り出したやつ、5番と3番。これすごいね、結構いっぱいパーツあるね。ああ、チェックしてんだ、ちゃんと。これだけパーツがたくさんあると、後でなかったとか言うと、それ窓ガラスだね。何番？いや、ガラスないぞ、普通に。9番じゃない、10番ありました。はい、次は17番。もうチェックかける2になってる。なってる。じゃあそれチェックしてあるでしょ。してやる。一応全部部品はあったみたいですけど、結構すごいですねこれ、部品の数が。で、これねじる。で、ここには猫が2匹と。ネジのやつは？ネジこれ。それさ、下手に開けちゃうと開け方が難しいよな。ネジも確認。これ大体どのくらいの時間でできるのかな。3時間ぐらいかな、作るのは。あそこで今部品のネジの数を数えてるそらくんですけど、私がやったら3時間以上かかるかもしれない。兄ちゃん、今のこのテレビ台の中にはですね、何が入ってるかっていうと、これビデオデッキですね。それからヤマハのオーディオアンプですね。このスピーカーとか、音を鳴らすアンプが入ってます。このでかい引き出しにはそれだけですね。それからこっちの
き出しにはですね、なんかゲームソフトが Wii とかですね入ってます。下の方もなんかそれっぽいのが入ってます。あんまり大したものが入ってないです。まあ、今回のやつもこの棚があるんで、これをまた出して入れるっていうのは結構大変だな。ケーブル類があるんで、そこをうまくやらないといけないですね。作業開始したみたいですね。まずはなんか棚、中の棚ですかね、それをなんか作るみたいですけど、ここのネジを取ってですね、この木の部品をくっつけていくみたいな感じです。これは大変だな。電動ドライバーでビッてやるんじゃねえの。ドライバーでやったほうが一個一個そうやってくっつけていくんだ。これは大変ですね。先は長いな。さっきから猫たちがじゃれて、あれですね、見慣れないものがあるし、匂いも嗅いだことがないものがあるんで、引き出しの部分がだいぶできてきましたけど、猫が邪魔して作業がやりづらいと怒ってますから。邪魔やマジでこいつら。引き出し1個完成したみたいです。これを2つ作りますね。この古いやつでいうとあそこに2つあるんですけども、そのうちの1個です。とうとうこの電動ドリルが出てきました。さすがにドライバーじゃきついみたいです。2個目の引き出しもできましたね。この部分がですね、だいぶできてきましたね。仮止めみたいなんですけど、ついに見てください、電動ドライバーが完全に奥まで刺さる。インパクトだからババーンっていっちゃう。さすがに早いな。あっという間に。最後は手で締めるみたいな。インパクトドライバーで途中まで締めて。みーちゃん、台車の車の部分をですねつけてます。合計で6個。これ最後の1個の車輪です。合計6個。2匹の猫は遊び疲れてこっちに、キャットタワーの方に来てしまいました。今上下入れ替えました。こんな感じですね。ちゃんと台車がついてるんでコロコロ動きます。これがないとですね、後ろにデッキとか入れた時にですね、とてもじゃないけどできないですね。だから車輪がついてることが条件です。今ですね、前のテレビ台の前にこれを並べてみたんですけど、高さが2センチ3センチぐらい低いのかな。
その分横幅ありますね。色的にはですね、こっちは黒だったんで今度は茶色ですから、フローリングとはスピーカーの色とも合ってるし、合ってますね。よくスピーカーの色とも合ってるって言ってますけど、確かにそうですね。引き出しとですね、そこの棚板入るとだいぶそれっぽくなってきましたね、見た目ですね。かなりいい感じですね。高さ的にはですね、このぐらい高さ違いますね。ちょっと心配してるのはヤマハのアンプとそれからビデオデッキですね。2つ入れなくちゃいけないんで、その棚板の厚みの部分でしょ。そう、要は配線だよね。あそこの1箇所しか空いてないからさ。ああ、そういうこと。そこが一番心配な、配線ができるかどうか。なるほど、そういうことか。とりあえず棚板まだつけなくていいよね。うん、これ引き出し見てください。引き出しこんな感じですね。もう番号が1番とかですね、2番とかあってありますけど、最後外さないといけないですけど、電源ケーブルか、これは大変やな。この穴もうちょっとでかくあった方がいいな。今ですね、ちょっと重要な問題に気がつきました。ここはですね、棚板が間に入るんですけども、棚板を置くとですね、これ見てください、これぐるっとやりますとですね、下の方は厚みを取らないといけないんで、こう上の方のところに置かないといけないですね。そうするとですね、あのケーブルの一番上までつかないよ、この一番上は使えない。ここはケーブルの穴がね、何？ここ使えないからね。だからここでしょ。ここが最高。これ左にぶつかって。だからこのぐらいはしないといけないから、そうするとあそこのですね、ケーブル通す穴がですね、全く使えないってことが分かったんで、どうしたらいいかって言うとですね、この棚板を使わないかですね、棚板を使わなかったらですね、中にあるデッキとアンプとですね、ビデオデッキをそのまま2つ置くしかないんですけども、ちょっとそうするとですね、熱とか発熱の問題があるんで、やっぱ棚板が欲しいですね。そのためにはですね、この棚板のケーブルを通すようにですね、この部分にこう切れ込みを入れないといけないですね。ここはうちにはそれを切る材料がないですね、道具が。これ扉が取り付きました。これ見てください、これ金具はこういう金具を使ってるみたいですね。よくわからないですけど、これでこう閉まると。ちょっとホコリがついちゃってまだ拭いてないんで、あれです、汚くなってますけれども、今度最後の一番左側、向かって左側の扉ですね、それが取り付けば一応表向きはできたと。問題はこの棚板ですね。今この棚板をどうしようかと思って、なんかあっちで電動ドライバーでやってますね。できたみたいですね、ついに。この右側の引き出し、真ん中の扉、左側の扉、全部取り付きました。これなかなかいいじゃないでしょうか。じゃあ作った本人にビデオ撮って、疲れた、見てください、もう疲れて休憩とか言ってますけど、これですね。ただ問題はですね、この真ん中の中板っていうんですかね、これがやればできるんですけど、ケーブルが入らない、ちょっと困ってます。だから見てください、この棚板、このケーブルを通す穴をですね、今開けてきました。と言ってもうちでは工具がなかったんで、近くのあの大工さんのところに行ってですね、夜ちょっともう7時過ぎてお休みだったんですけども、ちょっとお願いしますってですね、
切ってもらいました。こう2枚ともですね、こう見る、こうなるとここにケーブルをこう通すことができるわけですね。ちょっと問題ありましたね、この作りに。まあでもこれができたんで、とりあえずもうテレビ台を移築できますね。アンプとデッキを、ビデオデッキをですね、こっちに移し替えます。でこっちの黒い方はもう壊れてるっていうんで、分解してバラしちゃおうかなと思ってるんですけどね。なので最後また何か手出して、大丈夫、ここあぶね、伸びたね。あ、違う、静香ちゃんだ。今これ何をやってんだっけ。裏のパネルをここ痛い補強してんだ。この新しいテレビ台ですね、完成しました。これ見てください、棚もですねちゃんとついて、ケーブルがですね回せるようになりました。棚上げましたんで、次はですねこの古いテレビ台からですねこっちの方に移し替えないといけないですね。これがまた相当な作業になるんで、どうやってやる、これ一回後ろの配線全部外して、まずテレビを向こうに置いて、この古いテレビ台をこう持ってきて、でコード全部抜いて入れ替えてやりますか、うん、テレビだからこっちの方がいいでしょ、あ、同時に。いや、最初これを全体をちょっと一回ずらそう。これはスラ君がスピーカーの配線ですね、アンプ、ヤマハのオーディオアンプにつなぎます。今メインはつなぎ終わったんで、この後ろのリアのスピーカーのケーブルをですねやってるんですけど、なかなか作りがさ、つけづらいよねこれね。俺もそう思ったんだよね、最初やった時にさ、昔のやつの方が全然つかない。ほんと一応これがでも終わったら移築は全部完了ですね。ケーブル類他ほとんどつないだんで、ついにようやく全部元通り復活しました。 HDMI のですねケーブルのつなぎ方がですねうまくいってなくて、なかなかうまくいかなかったんですけど、ようやくどこが悪かったのか分かって、じゃあ戻すよ、うん、一応全部元通りになりました。ただですね、一つ私が壊してしまったものがあって、さっきスピーカーにですね私の尻がぶつかって、このインコさんですね、インコさんの足がこの落ちてですねもげてしまいました。これはそら君にグルーガンのやつで後でくっつけてもらわないといけないんですけども、いやー、だいぶ時間かかったな。これ4時ぐらいからだっけ作り始めたのは、ね、途中ですね一回できて、これ棚板の関係でですねそれがあったんで、2時間ぐらい昼寝をしてしまいました。寝てしまいました、疲れて。もうすぐ10時ですね、晩飯も食わずにずっとやってますね。ようやくできた。ギリギリ。危ない。このアンプがですね、スピーカーのボリュームのつまみが結構前にあって、ギリで出しまります。よかったです。あ、疲れた。超疲れた。まあでも元に戻ってよかった。